佐田さんの R1 グランプリのネタが見れるのがあったら動画送って。俺見てみたいわ。じゃあちょっと、どんなネタやったか見てみようか。どうもはざーす。インターネット。いつも心にピースオブザワールド、さあです。よろしくお願いします。はい。くれぐれもジェントルメンな、僕の前では、変態禁止。てなやなポイントです。はい、どうも、ニコニコの妄想がこんにちは。サダと申します。よろしくお願いします。さて、今日は、僕が恋焦がれる、プリンセス、ツナマサの話をします。いや、この前ね、プリンセスツナマサに、愛の告白をしたんですよ。そうしたら、ツナマサ、なんて言ったと思います？デイダラブッチが決まえろ。私と付き合うなら100万持ってこい。いやー、これはね、付き合えても当然ですよ。だって僕はね、阿部寛の生まれ変わりであって、デイダラブッチじゃないし、100万持ってくれば付き合えるんですよね。だったら、僕のこの身長2メートル、ね、1センチね、25枚で売りますよ。ということで、前澤社長、よろしくお願いします。買ってください。ね、これでね、僕の恋路は、実ったも同然ですよ。あ、くれぐれも、ストーカー通報はやめてください。以上、出会いない出会い系もスタート。管理課の皆様でお送りしました。パチパチ、お通夜し、ありがとうございました。ね、なるほどね。じゃあ通訳も俺も何言ってるかわからんかった。あとね、まず覇気がないじゃん。やる気、なんかやらされてる感じがプンプンする。なんかセリフを無理やり誰かにこれ言ってよって言われて、なんか自分で考えたの、あれって。ごめんだけど、なんかもっとさ、元気がないじゃん。ハキハキ喋るっていうか。ね、俺だったらこういうね、もっとね、ハイテンションでやってやるよ、最初から。い、どうもー。どうも、ゆかみでーす。イェイって言ってさ、まあ、恥ずかしいから、自分でやってて恥ずかしいから、もうやらねえけど、これ以上は。ね。自分でやっててバカかこいつって思うぐらい恥ずかしかったから、もう、大滑りしたから、もう、見るのも苦痛なぐらい恥ずかしかったからやらないけど、ね。一瞬我に返ってしまって、あ、はっと思って、ダメだダメだと思って、こんなテンションやってたら、やってるから、三流だろうと思って、やだよ。寒いもん。クソ面白かったよ、それがいい。何がクソ面白かったよだ。そのコメントはもう俺のことバカにしてんだろ。なあ。俺がどうもってこうやって、どうもって手叩いて入ってきただけで、何がクソ面白かったよ、この野郎。お前のそのコメントが一番傷つくんだよ、俺にとって。まだつまらんとか滑ったって言ってくれた方がさ、ありがたいわ。何が面白かっただよ。今年チータだって今年始まって俺2回しか放送してねえよ。今年始まって2回しか放送してねえよ、しかも。もっと違うやつじゃん、これ。が勝つかもしれそうませんね。すごい高田健な。士だろ、これ。これさ、高田健士じゃないの、これって。これ何なん、これ。兄弟の中でも一番
イト歴10年お前は証券会社に勤めてる。いらっしゃいませ。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。タカシ、お前はタカシを背負ってくるはずやったやないか。あ、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。あ、嬉しいね。ですね。え、5万円になります。あ、はい、ありがとうございます。なにこれ。バイトの癖が抜けねえんだよ。何これ。だからバイトに行ってくる。ありがとうございました。ありがとうございます。たくさんコメント来てますね。ここで19000コメント。何なの今のは。なあ、暗黒放送の貴重な時間使わせないでこれにね。暗黒放送の貴重なね時間をね浪費させないでよ。こんな面白いかと思って見たのにさ。なんなんこれマジで。いや、やれないよこれじゃあ。うん、いやだってわけわかんない。泣いて急にいらっしゃいますってどういう意味なのこれね。でけーじーって泣きながら、あ、いらっしゃいますってどういう意味なんだそれ。その何誰か答えを教えて。笑いどころの答えを教えて。まさかと思うけど、本人だけで笑ってるだけ。あのさ、俺今、本人が面白くて、喋ってることなんか頭に入らずに、本人が出落ちじゃん、それ。一番最悪な、お笑い芸人として一番最悪な出落ち。出て笑われて終わり。中身誰も聞いてないの。最低だよ、それって。うん。